です。帰ります。なんか40分待ちとか言われてあかんなと思って、また後で。そやな、さっき他の食べて、また後でチャレンジしようかな、うん。たぬき麹のちょっと外れたところのビルの中にあるナスってやつに入ってきました。クラシックビール、サッポービールで乾杯します。いただきます。お疲れ様です。さっぱりしよう。飲みませんか。飲みませんか。ビールは多分回らないのなんで。ラメのやつ。あ、ありがとう。醤油モサミも入れてくれる人なんておる。うまおいしい。いただきます。うん、本当においしい。やばい。煮干しが来ました。おいしそう。多分北海道の牧場で走ってない子供たち。急に怖い。急に怖い人たちみたいな。さっき食べてやる。今日前は。あ、よしよしよし。いいよ。いいよ。丁寧に食べんな。さっき食べたやんか。これ、ごま油です。絶対。ごま油です。今日が、いいですよ。うん。うまい。うん。うまい。うまい。なんかめっちゃコリコリしてる。あ、コリコリ系なんや。ごま油で。すごい。いただきます。しっかりしてる。うん、やろ。コリコリですよ。臭みゼロじゃない感じ。ゼロ。とてもやな。テンションがさ、こんなんや、うん、それ美味しいって伝われへんよ。美味しいで。ちょっと慣れへんよ。ならんな。今までなったこともないな。ほんまに美味しい時は甘って。ニンニクの方がめっちゃ美味しい。マジで、マジでニンニク美味しい。うまっ、うまっ。なんかおっちゃんに聞いたら、あのだるまさんは癖抜いてる観光客向けやから9割が観光客って言った。そうで、地元の人はちゃうとこ行くって。で、そのちゃうとこ教えてもらったからそこに行こうかなと思います。味の発字が行きます。よろしくお願いしますわ。ほんまに9割観光客なんかな。通り過ぎます。逆に味癖濃すぎて食べれへんかもしれへんっていう疑惑もありつつの、絶対たこ焼き大阪名で。おお。あと1分。羊のまた名前覚えてへんやん。味の羊。北海道の女。みんな肌めっちゃ白いよ。真ん中の子とかめっちゃ可愛いない。おお、やめとけやめとけ。もうめっちゃ寒い。息絶対白いよ。出た。わからんのかい。マジで寒い。風邪ひく。うお。結構エッチな感じのお店やった今の。なんか保護下着みたいな女の子らが微笑みながらこっち見てた。窓際でエロ。札幌エロいな。エロだ。あんなないな。びっくりした。ちょっとあれは完全に関西。あ、ここか。羊の味が丘。味の羊が丘。味の羊が丘。ゴー。入って3秒でこれ出てきた。食べれるかな。分からん。よろしくお願いします。ピンク届けました。1年前です。これがどっち。こっち肩ロースやったと思う。焼きすぎたら硬くなるからこんなまで食べてって。今日はちょっと尾藤さんの海苔に付き合おうと思っていっぱい食べます。数字回らないよ。回らんやろ。あんなまだどんぐらいか分からん。なんか美味しそうやな。美味しそうだな。そしたらこれ食べてみます。はい。
かった。なんや、ももちゃん。もも。はい。どない？マジ？よかったよかった。首かしげとるやん。なしではない。お前。おるやろ、おったやろ、肉豚もね、違うなんか、うん、顔ジンギスカン、癖がすごいんじゃんやったな。食べてきました。癖が強いんじゃ、まあ、なかなかやじゃな。でもなんか野菜はうまかったな。やっぱ北海道来たわって感じがした、うん。ね、ダルマ行く？今からダルマ？それか、ね、それでまた癖強いんじゃなったらもう悲劇やから。なあ、結構食べたやん。ちょっと時間はまだ早いけど、もうホテル帰ろか。帰ろか。明日に備えよう。そうやな。明日は朝早いしな。あ、もう早い。嘘でーす。ホテル帰ってきた。寒すぎる。極寒や。もうコンビニで酒買って帰って飲もうかって言って、みとちゃんなんかロングのハイボール2缶買ってた。なんかあれやんか、パジャパやな。今からパジャパ、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 テンション高っ。はーい。まあなんかあの一番あれやな、びっくりしたのが窓際にオール下書きの女の子たちやな。そうやな、うん、すごかったな。すごかったな、びっくりしたな。多分あの部屋もっと奥行ったらもっと出てくれるよ。やばいと思ってない、来てないんじゃん。ああそういうレベルか。でも可愛らしい人だよ。可愛いから、可愛かった、清潔感のある感じ、うん、だから札幌来た人はそこ行けばいいと思うな。北海道旅行1日目終わり、バイバイ。よろしくお願いします。